ナンバーアンダーラインアイがデジタルアルバムランキングで1位2位独占前代未聞の快挙達成スノーマンとナンバーアンダーラインアイが FNS 歌謡祭で共演滝沢プロデュースの進化が問われるスノーマンとナンバーアンダーラインアイの勢いが止まらない6月25日発表のオリコン上半期ランキング2024作品別売上数部門でスノーマンがシングルランキング DVD ランキング、ブルーレイディスクランキング、ミュージック d b ドブルーレイディスクランキングでそれぞれ1を獲得し、4冠を達成した。スノーマンをめぐっては、6月19日22時に7月31日リリース予定の両 A 面シングルの表題曲、Breakout の MV を YouTube チャンネルでプレミア公開。公開後、YouTube 内の人気急上昇中の音楽1位となり、 6月25日には再生回数2000万回を突破。X、旧ツイッター、には。2000万回再生突破、いや、わや。マジで早いな、もう2000万回。これは本当に発売日までに1億回達成が見えてきたやつだ。2000万回再生を行ってた、急上昇音楽にずっといる。と歓喜の声が殺到した。 一方のナンバーアンダーラインアイもノーオーリングがオリコン上半期ランキング2024の作品別売上数部門のデジタルアルバムランキングで1位を獲得全部門を通じて自身初の上半期ランキング1位を獲得となった同じくゴートが2位にランクインし上半期デジタルアルバムランキング史上初となる1位2位独占となったスノーマンとナンバーアンダーラインアイが オリコン上半期ランキング2024のほとんどのランキングと独占したとも言えるほどなんです。そして、スタートエンターテインメントのトップグループも、トベのトップグループも、滝沢チルドレンということになりますよね、ワイドショー関係者。スノーマンはジャニーズ JR、現、ジュニア時代、旧ジャニーズジム所上層部から、デビューは難しいと言われていたものの、舞台、 滝沢歌舞伎で共演していた滝沢秀明氏、42のプッシュもあり、2020年1月にストーンズと共にジャニーズ初となる2組同時デビューを果たした。グループに向井浩二30、目黒蓮、27、ラウール、20の加入を提案したのも滝沢氏とジャニー北川氏、去年87だったという。平野紫神宮寺裕太、岩ユ裕太は、戸辺合流後に滝沢チルドレンに。 グループの名付け親も滝沢氏。スノーマンは喫水の滝沢チルドレンと言えるだろう。一方のナンバーアンダーラインアイの平野翔さん、27、神宮寺優太さん、26、岸優太さん、28、はキングプリンス時代、旧ジャニーズ事務所在籍時は特に滝沢氏と近い関係ではなかった。ですが3人は、社長でプロデューサー的立場だった藤島ジュリー景子氏、57、 と方向性の違いで衝突創業家と決別する形で、同じくジュリー氏と衝突して旧ジャニーズを飛び出した滝沢氏が立ち上げた渡米遺跡。そして、今の活躍があるのは3人の実力とすでに持っていた人気がもちろん大きいですが、やはり滝沢氏のプロデュースも走行しているはずです。前室のワイドショー関係者。2022年11月、平野、神宮寺、 岸の金プリからの脱退と対処が発表された際、公式サイトでは対処理由を海外での活動をはじめとして、それぞれに目指す方向が異なってきていることもわかってまいりました、と説明していた。一方でジュリー氏はタレントたちに国内のドラマや映画など、映像関連の仕事に注力する用方針を掲げていたと言われている。戸部に移籍し、ナンバーアンダーライン愛も滝沢チルドレンとなったわけです。 昨年5月に平野さんと神宮寺さんが旧ジャニーズ事務所を退所し渡米の合流を発表同年9月に岸さんも退所し同10月に東京ドームで行われた聖配信で岸さんの加入とナンバーアンダーラインアイの結成を発表多くのファンが沸騰しましたがあの発表も滝沢プロデュースですよね全道ナンバーアンダーラインアイは今年1月1日に強盗をリリース 3月14日から17日にかけてトベ所属アーティストが集結した初のコンサート TO HEROES「トベファーストスーパーライブ」が東京ドームで開催されナンンバーーアダラインアイも出演さらに4月14日にはアメリカカリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス紅茶ラバレーミュージックアーツフェスティバル2024にも出演するなど世界進出を見据えた活動を続けている 芸能プロ関係者が話すグループではマクドナルドとサントリービアボールの CM に出演平野さん個人も CM に引っ張りだこでコンタクトレンズボシュロムアクアロックスワンデー UV シンの新 CM が6月27日よりオンエアされる彼らの快進撃の裏に滝沢氏の尽力があったのは間違いないでしょうしこれほど活躍する平野さん神宮寺さん 起産の流出ははジャニーズ事務所にとっっては痛恨だったはずですただ、ある意味それ以上に滝沢氏が旧ジャニーズ事務所を離れてしまったことは痛手なのではないでしょうか新たな滝沢チルドレンも誕生タッキーとの決別は想像以上の痛手にスタート者所属アーティストではスノーマンの活躍が突出しているが彼らを乱し売り出したのが滝沢氏だったメンバー同士の仲も良いですし どんな仕事にも全力で臨む姿勢が多くの人に支持されていますそれは彼らがなかなかデビューに恵まれなかった苦労人でもあるからでしょうしまたそこには滝沢氏の教えも多分にあるでしょうね前出の芸能プロ関係者7月3日放送の音楽特番「2024FNS 歌謡祭夏」フジテレビ系にはス n ーマンとナン n ーアンダーライン愛が揃って出演する 両グループの絡みがあるかはまだ明らかになっていないが、滝沢チルドレン2組の動向にファンは注目しているはずだ。戸部では新たな滝沢チルドレンも生まれています。トゥレーニーと呼ばれる研修生によるグループウィンクファーストと D パルスがお披露目されました。彼らもかつてのジャニーズ JR のように将来の活躍に向けて切磋琢磨していくんでしょう。一方で本家のジュニアからはええ。 グループが5月15日に CD デビューを果たしましたが、以降の若手は今後どうなっていくのかまだまだ見えてきません。次のデビューが期待されているハイハイジェッツも美少年も、全員が二十歳を超えて20代半ばに差し掛かりつつある年齢のメンバーもいますからね。今はナンバーアンダーラインアイの活躍が目立ちますし、ジャニー氏の加害問題も重なり、特に今後のところでは、トベの方に勢いがあるように見えますよね、全道。 滝沢市から若手育成やプロデュースを行うジャニーズアイランドの社長を引き継いだ井ノ原義彦48が後継会社兄の社長を辞任していることが明らかになった井ノ原はスタート社の CM を最高マーケティング責任者に就任しましたが若手の育成も同社でやっていくことになると言われていますただ井ノ原さんはそうした裏方の仕事に加えてタレントの仕事もある 裏方に徹している滝沢氏に比べると育成やプロデュースに避ける時間は少ないはずです。加害問題はあまりにもとんでもないないことですが、滝沢氏はジャニー氏から男性アイドルグループの育成やプロデュースのノウハウを受け継いでいる。スノーマンとナンバーアンダーラインアイの活躍からも滝沢氏のプロデュース能力がいかに高いかがうかがえますよね。さらに自らの人脈も生かしてアーティストの世界進出を後押ししている。